はい、どうも皆様こんにちは、こんばんは、おはようございます。アサルトと申します。いつもご視聴ありがとうございます。今日はですね、またフィギュアがたくさん撮れましたんで、そいつの開封動画をしていきたいと思います。とですね、前回ムービーを上げた時にですね、もしかしたら機材がね変わってるかもしれませんよって言って、まあ今は現在は前回紹介したパナソニックの DMC-G6 で撮ってるんですが、ちょっとねボーナスが出ましたんでね、ちょっとね奮発してもう2型新しいのを買ってしまいました。よいしょ、ちょっとした紹介です。ですね、パナソニックの、DMC-G8 です。 G8、人気 YouTuber のね GOH さんとかもこいつを使ってるらしいんですけど、別にそれが彼と同じものが使ってるものが欲しいってわけで買ったわけじゃないんですけど、これがギリギリ僕の、許せるマネーで買えたので、こいつを買ってしまいました。なんでね、この後ねこいつに切り替えて撮っていきたいと思います。こいつね結構ねムービー撮るにはすごい向いてますよ。ロースパースフィルターもないですしね。あとはね、いいレンズ欲しいな。この標準でついてるレンズじゃなくて、ちゃんとした、もっとお高いレンズつけたいですけど、それは、冬のボーナス出てからかな。出るかどうかわかんないけど、まあ、そんな感じでね、今回はね、カメラじゃないです。フィギュアのね、開封動画を撮っていきたいと思います。まあ、これは余談でした。では、本編に入っていきたいと思います。はい、それじゃあ本編を始めていきたいと思います。まあ、あと本編始める前にさっきまで使ったカメラです。パナソニックのルミックス DMC-G6 です。いや、このカメラも悪いカメラじゃないですよ。なんでこれはちょっとカバンにポンと入れとこうかな。うん、まあ、こいつはいいとして、今は、DMC-G8 で撮ってます。こいつはね、あ、こいつと今撮ってるカメラとの差はね、 4K ムービーが撮れますね。これはまだFHD、フル HD までしか撮れないんですけど、4K なんで、1080の4倍で撮れるよ、操作線の数がですね、まあ、その説明しても多分分かんない人には分かんないと思いますけど、とりあえず、今、4K で撮ってます。4K の 24P だったかな。そんなもの撮ってます。結構いいもの撮ってるんで、容量は大変食います。そんなベラベラ喋ってる間に、どんどんメモリが食っていくっていうね。それで、開封していきたいと思います。よいしょ、ドーン。なんだっけ、これ。まず1個目。これは、すっごい最近撮りましたね。説明。ソードアートオンラインメモリーデフラグ EX9 フィギュアフレフレラブチアーズマスナですね。こちら。また、例のごとく EX9 シリーズです。僕大好きです。いやー、だって、いいもの多いんですもん。でもこれはね、どこで撮ったかな。秋葉原の、どこだ、ちょっとこれ撮ってから少し時間かかって経ってるんで、それでも中では新しいものなんですけどね、秋葉原のレジャーランドの電動の1号店の方だったかな、2号店だったかな、ちょっと覚えてないです。とりあえずレジャーランド撮りました。よし、とりあえず開封していきましょう。ペペーンと。よいしょ。いやー、砂さんもね、いろいろね、種類が出てるというか、てか、アスナにちょっと、4分に抱っこしすぎやしないですか、ソードアートオンラインのフィギュアは。まあ、人気が高いしね、中の人もね、美しいしね、結婚したしね、よし。よいしょ、箱を出してますけど、あれ、アスナさんどこ？また箱入りですね、かよ。なんかあったのかな、見えるような状況にしておくっていうのが。まずいのかな、これ、ここまで、かさび入れなきゃダメ、めんどくさいな。よし、出てきたよ。本当に、テリアさんなんだからもう。よし、出てきた、終わった。腹で切れてる。こんな元気っ子がお腹で切れてるよ。もう、あんまりお腹で切れてるフィギュアって見たことないですね、僕。けど、まあそうなってるんだからしょうがない、はい。あっせと、これが、どうですね、よいしょ。あ、そうそう、前回の動画に上げた、フィギュアっていうのは開けちゃダメだろうっていうコメントに対してのさらに返信のコメントをしてくれてる方々がいらっしゃいましたね。
中身確認してね、ダメな時があるかもしれないんで、その時はまた取り直しをしますねって書いてありましたね。まあ、確認の意味でやっぱ開けた方がいいですよ。よいしょ、はい、元気のこのマスターさんが出てきましたよ。よいしょ、で台座もあるので、ちゃんと台座ついてますよ。なんで台座なかったんだろうな、あれは。よいしょ、ピシッと、はい、スタンドアップ、よいしょ、はい、そんな感じのアスナさんでーす。バーンと、え、このアスナさんをね、まあ、とりあえずこいつを G8 で取っていきましょう。はい、それじゃあ DMCG8 で下から舐めるように失礼しやーす。でんでけでんでんでん。はい、元気なすなさんでーす。いやー、腹のくびれがすげーよ。ほんと何食ったらこんな腹くびれんだよ。もう痩せなくて困ってる人にあなたの痩せ方教えてあげてくださいよ。よし、くるっと回していきましょう。よいしょ、横からもいいですね。そしておっぱいでかい。そしてあ、ポニテールいいですね。ポニテール、よいしょ。そしてこのエルフ耳、これもいいですね。うん、良いです良いです。あ、ちょっと横チチチックなのが見えますかね。うん、わかるかな、わかるかな、わかってくれそしてね、この辺りかな。うん、もうなんでしょうね、死後キャラのあのアミュレットハートみたいな、分かる人しか分からない、そのお腹とそのこれお尻側がいいね。よし、そんな感じで正面に戻しますが、あ、正面に戻す前に、へいへい、またちょっとね、はい、バリアングルなんで、よいしょ、下はどうなってるんですか。おっと、なんか、あ、なんか黒いものが見えますよ。よいしょ、あ、ちょっと見えねえかな、ちょっと見えねえな、見えるとこまで失礼します。よいしょ、どんどん、いけるかな、マクロ。あー、ちょっときつい、寝かせなきゃダメだな、寝かそう。よいしょ、いや見えるかなって考えてみたら、さっき分解してる時にね、なんかブルーみたいなの履いてましたね。こんな感じです。うん、いいお尻してます。よいしょ、よいしょ、そんな元気なアスナさんでした。うん、あ、前側も取っとこうか。前側はちょっときついかな。もう完全にこうダークゾーンですね、これ。あかんあかん。これちょっと見えないです。うん。まあそんな感じのアスナさんでした。立って、よいしょ。はい、元気なアスナさんでした。はい、次行きまーす。はい、続きましていきますよと。よいしょ。ガーンと。今度はね、ゆきさんですね。よいしょ、いい。ソードアートオンラインメモリーデフラグ EX 級フィギュア、はつらつ夏色少女ゆき、こちらですね。おっと、原型師の名前が書いてありますね。何何、原型制作吉野和彦クロスゼロスタジオ、ゼロスタジオっていうところのその吉野さんって人が作ってるのかな。いやー、ソードアートオンラインは本当にガリガリフィギュア出ますね。ゲームセンターに行くと大体ありますからね、あのソードアートオンラインシリーズの作品の、フィギュアが。まあ人気のやつにすればね、あのゲームセンター儲かるって言いますしね。今はね、アーケードゲーム、あのビデオゲームが全然売れなくてね、消費税が取れませんからね、なかなか IC とかで取る方法はありますけど、でも確実にお金を、あのお店が儲かりたいんだったらフィギュアを渋めな設定にするとか、少し取るのを、まあ、取りにくくすることなんですけど、まあ、そのとりあえず、あと、メダルゲームかな、メダルゲームかなんかで、うまく稼ぐっていう店で生き残るっていう、生き残りを図っているゲームセンターが今多いみたいですね。もうフィギュアなんてね、正直ね、金かける人はガリガリかけますからね。あ、俺のことかないや、これちなみに、あ、そうそう、開けながらいきます。これね、実はね、確か300円ぐらい取りました。これは秋葉原のレジャーランドのどっちだ、1号店の方かな、取りやすいですよっていう機械でスパッと取りました。天井機なはずなんだけども、すでにすぐに天井になってるマシンなのかな、ちょっと分かんないですけど、あの開放台に出てましたね。シリーズのここに0を4って書いてあるんで、0って書いてあるんでね、
前に、スーパーの時あれもゼロンって書いてありましたね。それと一緒に出てたのかな、だから出てるのはちょっと結構前ですけど、なんですが、あの解放剤になったってことは数が出なかったのかな。こんな感じで、まあ、ゆうきさんとしますと、髪が長い、こんなで運仕上げていこうか。あ、本当にこれはすごいですね。台座と本体しかないです。なんとシンプル、組み立てが1工程しかないですよ。もうこんな説明書いりませんね。あまりにもね、フィギュアの組み立てが面倒くさいやつとかは説明書入ってますからね、別紙で。あ、一応ね、箱のね絵を見れば書いてありますけどね、だいたいこうすればいいんじゃないかなっていう。よいしょ、だーんと、はい、出てきましたよと。はい、台座にセットアップ。これちょっと待って、結構台座の足開く設定なんですけど、結構この方足閉じてんだよな。ちょっと待って、入んねえぞ。あ、入った入った、ちょっときつい。よいしょ、ドーンと、うん、なんか出す方向間違えてた俺。なぜお尻側から出した。まあね、お尻がセクシーなのはいいことだ。こんな感じでね、出てきましたよと。さあ、こいつをまたね、自慢のキャメラで撮っていきますよ。はい、それじゃあゆきさんもね、下から波で撮っていきますよ。でん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 と、よいしょ。いやー、横側になっちゃいましたけど、てか、うん、完全に横向いてるんだよね、彼女ね。よいしょ、ウィンクです。ウィンクできるとってすごいよね。僕できません。よし、お尻側、お尻側、よいしょ。ちょっとね、お尻側がね、ティーバッグとかじゃないのが寂しいですけどって、はい、エロエッジ発言です。健康的な肌色とお尻をしております。そして、もうこれはもうセットアップされてますけど、硬いビーチボール。あとはね、髪がね、やっぱ紫なんで、彼女は。そして右に流れてます。常に風が吹いているようですね。よいしょ。ちょっと勇気に関してはね、さすがにスカートとか履いてないんで、下から中覗くとかできませんけど、ちょっとね、今パッと見て残念だったところ。ちょっとね、継ぎ目がね、お尻とパンツのね、パンツじゃねえや。まあ、パンツっちゃパンツだけど。継ぎ目がちょっとね離れちゃってるかな。ここはちょっと残念ですね。まあ、あとはせっかくバリアングルモニターがついてるのでちょっと煽ってみますか。よいしょ、おりあおり需要あるかな。よいしょ、いやでもね、煽るにしてもね、ちょっとめんどくさいっていうか難しいな。よいしょ、こっち側から煽るか。あ、この角度はいいね。もうゆうきさんファン大歓喜じゃない。まあそんな健康的なお尻をしたゆうきさんでした。はい、続けてまいりましょう。ここにありますね。よいしょ、ちょっとね、落っこった時にね、箱がへこんだのがちょっと覚えてませんけど、今回の唯一の EX 級フィギュアシリーズじゃないやつですね。日本語のタイトルが書いてないんですよこれ。リゼロスターティングライフインアナザーワールド。プレシャスフィギュア、本当にそうやってね、英語で書かれてるんでね。まあリゼロから始まる異世界から始めるみたいな、いいかな。のレイ、リゼロから始める異世界生活のプレシャスフィギュアレム、オリジナルメイド水着バージョンですね。この緑の方ですね。あ、緑というか青か。実はね、ちょっと今日ゲームセンターに行って気づいたんですけど、これ色違いがある、出てましたね。まあどっちにしてもね、原型は一緒なんで、これは別に原型種の方は書いてないですね。写真の製品は実際の製品と異なることがあります。あれでしょ、原型ができて印刷し、写真を撮って印刷した後に仕様が変更することがあり得るってことなんでしょ、きっと。それなんで、ちょっと違うとか。よし、あ、これはすごい、ビニールの袋に入ってるんだ、段ボールじゃなくて。これどこ出してたっけ。ここは、あ、書いてない。あれ、どこのシリーズだろう、これ。ああ、怪盗だ。あ、ちゃんと角川のあれですね、少々が出てますね、これ。こんな感じで、レムさんが、あ、美しいですね。
いいね、このビニール。ほんと、入れ物が高価な気がします。だって段ボールとかやっぱコスト安いんでしょ。だから段ボールとか紙とか使うんでしょ。残ってんな、これはこれで。その金をフィギュアのクロティに使えよと。どうなんでしょうね、その辺に関してはね。基本的に僕フィギュアは購入して買うの、フライズのフィギュアは購入しない人なので、旅行でもない限りハードオフとかってとこ行こうとかで安く売ってない限りは、100円とか200円とか500円とかたまにありますからね、フィギュアで、ね、よし、皆さん出てきました。どっちらしい、僕ビーチサンダー入ってますよ、よいしょ、そんな感じで、はい、ネムさんです。うん、これはね、今後ろから僕見てますけど、お尻の形いいよ、これ。うん。今、自慢の G8 で撮ってきますよ。はい、美しいレムさんのおみ足から行きますよ。ズズズーン。いやー、すげー。この腹のくびれよ。いや、あと筋肉だね。何してんだろう。あ、あんなあれか。チェーンドスパイクなんか持ってたら、そりゃこんだけ筋肉つくわ。つくか。あ、チェンドスパイクっていうのはあれです。モーニングスター、あのモーニングスターと呼ばれてるもの、正式名称です。うん。モーニングスターっていうのはね、チェーンはついてないもんなんですよ。っていう説明をね、どっかの動画でした気がしますけど、まあ、それはいいとして。よし、ぐるぐる回すぜ。あ、横の腹。あ、こっから見える目もいいね。ぐるんぐるんぐるん、そして、自慢のおけつ。よいしょ。このおけつ、いいすげえよ、このおけつ。ケツって言い方、尾をつければいいってもんじゃないけどな。あと背中のこの辺もいいっすね。うん。このフィギュア結構クオリティ高いぞ。あー、あといいおみ足。よいしょ。そして、右回転。よいしょ。よいしょ。あー、乳でけえなー、おい。ほんとにもう、どうやったらこんなね、乳なんだよ。でかい乳もやっぱいいね。あと、あれかな、このフィギュアも。目がチラッと見えるんですね。ほらほら、目がうっすら見えます。ちゃんと髪はあるんだけど、うん、ちゃんと設定に忠実ですね。素晴らしい。そしてせっかくだからローアン気味に撮ってきますか。よいしょ、じゃんじゃん。はい、おけつ。はい、おけつじゃねえよと。お前はケツが綺麗ならそれでいいのか。うん、いいんです。うーん、いやー、こうなんつうんすかね、この高貴な臀部、うん、すごいよ。うん、素晴らしい。僕ね、髪ロングが好きなんですけど、いいね、こうショートもね。うん。元気っ子って感じ。でもこうしないとあれか、そのチェーンドスパイクがブンブン振れねえよな。うん、髪引っかかっちまうの。あと腹。どうよ、この筋肉。見てみよう、この筋肉。つって。うん、そんな芸人いたな。よいしょ。ああ、いいですね。素晴らしいです。そんな感じの。レムさんでした。はいはい、次行きます。はい、続きましていきます。また EXQ フィギュアに戻ります。はい、これは映画で大活躍してくれた、トルビーさんですね。よいしょ。この海はずっと輝いている、そう横に書いてありますね。よし。ラブライブサンシャイン EXQ フィギュア黒沢ルビーサマーバージョン、こちらですね。シリーズで撮ってますけど、まあ取り消せないのもありますけどね。このシリーズ全般的にやっぱクオリティですね。こういうね、夏のね、少女ってやっぱいいっすよね。夏の水着は少女を輝かせます。そんな気がします。いやー、本当にね、映画ね、よかった。あんまり映画を見ていかない人なんですけどね、映画はね、無印って言い方も悪いな、ラブライブの映画よりは、サンシャインの映画の方が、ストーリーは良かった。すごい好きでした。よし、出てきたよ。おっと、なんか変な形。これもね、パッと、ルビーさん見えませんね。どちら？こういう風に、あ、足引っかかった。あ、頭が出ると、シュンシュン。あ、これもすごい、パーツないです。パーツが台座しかない。今ね、この段ボールね、シュッとしまった時にちょっとプワンと匂ったんですよ。この段ボールくせえ。この段ボール、安い段ボール使ってんのかな。
まあそれはいいって。もうこんな美しいね美少女をこんな臭い箱に入れちゃダメだよ。よいしょよいしょ。あーもうピンクだよピンク。へいへい。よいしょ取った。いった。もう大体何もこう書いてないんですよね。単なる白い台だから。できればな、大体にも何か書いてほしいな、キャラの名前とかね。キャラの名前書いてるのもあったと思うんだけどな。XGA フィギュアではないのかな。ちょっと足に突っ走って入れてきました。ちょっとこれ左右どちら逆かな。あ、こうっぽい。あ、入ってた。はい、こんな感じです。いやー、うん。ビビさんいいね。基本的にこの作品ね、僕、ヨシコ、ヨハネが好きですけど。うん。続いてなー。ルビーかな、うん、なんか1年生が意外と推しです。ちなみに僕花丸はあんまり育ってません。うん、ここでいいことではないですけど、うん、こんな感じでこのルビーさんをね舐めにとっていきます。はい、下からまたズンズンと失礼します。デン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 。はい、ルビーさんかわいい。うん、やっぱね腹いいっすね腹。うん、運動してる女の子の腹ですよ。オットフォーカスが美しくて合わない。はい、こんな感じです。よし、回していくぞ。よいしょ。よいしょ。よいしょ。てってー。いやー、背中が綺麗です、背中が。うん。お尻の部分とかもね、あ、これはもう継ぎ目のとこも特に気になりませんね。もう美しい、高貴な全部です。うん。いいぞ、いいぞ。よっこらしょ。また正面、あ、このお尻の形いいね。うん、もう全部大好きな俺としてはいい感じです。よいしょ、よっこらしょっと。そんな感じの、ちょっとな、本当に水着を着られちゃってるのでね、特に何かするような要素がないですけど、まあ美しいルビーさんをご堪能くださいな。あ、下から折るか。よいしょ、下から折って腹だけで写す。ああ、腹いいね。ずんずん、このね垂れ目な感じがいいっすよね。あと、そうだね、ここどうなってんだ。ここわかるか。ここ、よよよよ、一応ね水着のじゃないや、上のこの羽織の中にちゃんとピンクの水着を着てるようですね。うん、本当になエロ親父目線やな。そんなことばっかりいちいち気にしちゃう、単なるエロい40過ぎたおっさんです。はい、すいません。そんな感じのね美しいルビーさんでした。はい、続きましていきましょう。はい、次もドーンと EXQ フィギュアです。これはダイヤさんですね。うん、これでも書いてありますね、この海はずっと輝いているってね。うん、ダイヤさん、ダイヤさん、よし。ラブライブサンシャイン EXQ フィギュア黒沢ダイヤサマーバージョン。うん、さっきのが妹だったんですけど、今度はね、1年生の弟と妹と、3年生のお姉ちゃんです。まあ、ラブライブサンシャインはね、人気作品ですからね、言わなくても分かってるでしょ。うん、でもね、お姉兄弟なのにね、髪の色は全然ちゃうっていうね。うん、染めてんのかな。で、ダイヤは染めてないのかな。そんなことはないか。アニメだからその辺は用意しよう。よいしょ、ね、そう、ちなみになんでルビーを出しとくって、まあ今日姉妹だからいいかなと思って。あ、上からちょっと出てきました。よいしょ、いやーい、すごいダイヤさんが出てきました。うん、これもパーツがないですね、楽々。よいしょ、ちなみに僕ね、意外とね、ダイヤさん好きなんですよ。うん、多分9人の中の3位ぐらいかな。うん、でしょう、声優さんがね、うん、ちょっと離れしてないなっていう気はしましたけど、うん、なんかね、好きになれます、ああいう方が、僕は。声優さんしてもしょうがないな、よし。声優は詳しくない人多いですからね。詳しいだけやな。あれどこだ。くっ
っていうところ。よいしょ。はい。それは2人とも足を黒してますね。モデル立ちかな。こんな感じで、こんなダイヤさんです。よし。このダイヤさんをね、また鍋に取っていきますよ。よし、ダイヤさんもね、下からずっと押してしまーす。ズン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 と、あー、いいお腹。うん。あとはこれですよ、この、黒髪ロングでパッツン。もうそこだけでもうパーフェクトっすね。うん。そしてこうなんでしょう。僕の好きな感じのお胸の大きさです。うん、大きすぎず、いい感じです。ちなみに、こう、後ろに置いてある、ルビーはわざとです、うん。お姉ちゃんだしね。うん。映画でもね、お姉ちゃんべったりではなかったですけどね。うん。本当に、妹の成長が垣間見えた、いい作品でした。ああ、この群れの、うん、ほのかな感じが好きですね。よいしょ。あとお尻。ああ、美しい。いや、いいっすよ、いいっすよ。素晴らしい。よっこいしょ。次、次。横の方から。ほら、この腹の、これわかるかな？この腹の線、素晴らしいね。よいしょ、うい。いやー、美しい。いいね、いいね。素晴らしい。いやー、あとね、白いね、水着を着てくれるなんてね、もう彼女はね、すごいっすよ。なかなか白い水着はね、スキルから敬遠されるんですけどね。うん、まあ、考えてみたら他にも、洋歌なんかも、白い水着てましたね。うん、素晴らしいです。よし、ちょっとまた足の方からローアングルでシュシュッと。あー、なんか見下されてる感じでいいな。好きなんかそういうの。うん、嫌いじゃないぞ。あとお尻側の方も下から、うん、あー、高貴な臀部のお肉が素晴らしいです。うん、なんか高貴な臀部って電波しすぎてすいませんね。そんな感じの、あー、この腹のね、下のその水着に始まる足の線がいいっすね。ここのラインすごい好きなんですよ、僕。まあ、こんな感じのダイヤさんでした。はい、そんな感じで今回の開封動画を、5個開けてきました。本当はですね、ちょっとね、このね、アスナさんのね、このね、スカートをね、取ってね、ブルマを出してる状態の魔改造をしようと思って、このフィギュアを実は取ったっていうのが本当はあったんですが、ちょっとね、スカートをね、まあ、なんだっけ、ナイフかなんかで切れば出るんですけど、これただ、ただベロベロなんで、ただね、お腹の部分のつなぎんところが、むき出しになってね、はっきりかっこ悪いんでね、これやめました。過去にね、ミクかなんかのフィギュアで、水着でスカートの部分があるやつがあって、それをね、パッと取るとパンツになるっていうのがあったんですけど、うん。あれはただね、上に上げればね、相撲もね、スルッと取れちゃったんで、ね、やったんですけどね。ちょっとこのアスナさんは、魔改造するには、パテ止めとかしないと美しくないのでやめました。あとはね、この、ダイヤさんとか、このルビーとね、この、上の着ているやつも取れたら面白いかなと思ってるんですが、ちょっと今見てみますけど、エロ親父やな、本当に。取れそうな気はしますが、取れたら取れたで、ちょっとね、一緒にね、この肌とね、埋まっちゃってる気がするんでね、なんか、地が出そうでちょっと怖いですね。なんでこれもやめます。魔改造動画とかね、ほんと、ま、あの魔改造動画を、魔改造って言っちゃいけないな。簡易改造動画な。ここにあるよ。ここにあるよ、ほんとに。このシリーズはこのシリーズはほんとにね、動画の再生数で稼げましたね。なんだろう、チャンネル登録者数もめちゃめちゃ増えたしね。みんな好きね。でもね、魔改造なり、簡易改造するには、ちょっと僕にはね、腕と時間が足らんです。本当にね、真面目にね、本当にすごいものを作り上げにとって、時間とお金と労力と、いろんなもの、あとはね、自分の持ってる全てをかけてやってるんでしょう。僕みたいにね、こう、生半可な気持ちでやるっていうのはね、ダメなんでしょう。もしかしたらな、俺は、そういう、真面目にやってる人に怒られるようなことをして生きたのかもしれない。ちょっと怖いですね。まあ、そんな感じで今回、
DX 級フィギュアと、あの、DX 級じゃないやつの回で、あの、開封をやってきました。またね、あの、フィギュアを取ったらやっていきたいと思います。フィギュアを取るたいけど、多分な、続きやるとしたら、よいしょ。よいしょ、こいつら。よいしょ。この、良さ出てきましたね。あの、このね、あの、X 級フィギュアまだ取り切ってないので、今、チカがあって、ヨハネがあって、ニコがあって、ヨウがあって、タイヤがあって、タイヤがあって、ルビーがあって、6個なんで、あと3キャラ。できてたっけな？マリーと、カナンは見かけたし、花丸もあったね。あと3つ。ちょっとこの3体はね、頑張ってゲットしていきたいと思います。ゲットして、あの、開封動画を上げて、ミュージじゃない、いや、間違えたな。アクアでずらっと9体並べて、自慢の DMC-G8 でナビレン撮っていきたいなと思ってます。それじゃあね、今回の動画を終了したいと思います。ご視聴ありがとうございました。それではね、じゃあね、バイバーイ。